はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。あったかくて、なんか今日は暖かかったので、はい、ずっと半袖でいたんですよ。はい、そうするとなんか今ちょっと、ね、冷えてきたんで、上から1枚羽織ると暖かくて眠くなってしまいましたね、うん、春眠暁を覚えるじゃなくて、はいはい、暖かいとこうやっぱり眠いんですね。です。うん、はい、私寝ておりましたから。はい、はい、でも今日暑くなかったですか？昼間暑かったですね。そう、 T シャツ1枚で十分でしたね。っていうか今金城さんまだ T シャツですけど、もう上から羽織るの忘れてきたんですか？後ろに転がしてます、はい、この時期はなんかねカーディガンとかね1枚必要ですよね。一つは車に置いておいた方がいいですよね。ですね。いつ寒くなるかわからないので、はい、でまた明日明後日ぐらいからちょっと冷え込みそうなので、よく言われてるのがね、三寒四温で、はい、みんなで参加しようとね、はい、寒い日が3日続いたと思ったら暖かい日が4日続いたりして、そのためにだんだん暖かくなると。あとは一雨ごとに暖かくなるっていうんですけど、今日雨降ったら寒くなりましたね。あ、雨が降ると寒いんですよ。雨が止むと暖かいんです。で今日の朝は春雷でいいんですかね。すっごい雷でしたね。フェイスブックの方では、100メートルぐらい水平距離のところに煙が上がったっていう人でしたね。煙が松の木にね、煙が上がった。災難ですね、松の木もね。すぐ近くに現場事務所があったんだけど、コンセント抜いどいでよかった、誘導雷が怖いから。怖い。あれパソコンもやられますからね。昔アマチュア無線やってた時に、はい、アンテナに直撃食らった人の現場見に行ったことあります。コッパみじんです。ですね。そのアンテナが。なんかもう想像しただけで。うん、配電盤が自分の目の前で飛んでいくらしいですよ。うわ、そんななるんですか。配線がパシュッとショートして、そのガスでポンと。配電盤のボックスがね、なんかリアルで一度見てみたいような気持ち。いやいやいや、これ目の前に当たったら目に当たったら大変ですよ、はい、顔に当たったりとかね、はい、というわけでタイトルコールもまだでしたので、はい、これから、はい、毎週水曜日夜7時からは Facebook ラジオです、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、というわけで、FM ルマ代表の伊波です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、宜野湾市から来ましたウェブクラフトの鈴木です。よろしくお願いします。株式会社インタラクティブラボラトリー沖縄の加賀津です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、3月ヤンバルから来ました。雷怖い、親父よりも雷が怖い、コンピューターの修理をやっています。金城のバルです。ユタサルグトニゲサリラ。そうですね、雷でやられたパソコンは修理なかなか難しいもんね。電源だけじゃないですもんね。できないですもん。沖縄でもやっぱり地震、雷、火事が怪しい。実は FM ルマ放送事故を起こしたことがありまして。いいんですか？ああ、もちろん、はい、うちね、優良企業って褒められたのは、はい、多分この事故のおかげですね。はい、朝早くに落雷がありまして、はい、送信所にアンテナの近くの、水タンクの平井地に落ちたんですよ。はい、またさっき言ったように、こう平井地から行くと下に落ちるじゃないですか。はい、その平井心が地下に行くところのブロックが飛び散るぐらいの雷だったみたい で、そこからの誘導雷でアンテナの送信機が壊れたんですよ、うん、焼き切れて。で、すぐに止まったんじゃないですか。一つはダメだったんですけども、アースから入ってきたので、もう一つの方は少し生きてたんですね、うん、生きてたんだけど、だんだん雑音が入るようになってきて、はいはい、で、生き絶えたみたいな、はいはい、あれ、なんか一気じゃなかったんですよ、はい、で、おかしい、雑音聞こえるっていう時に総務省の方に、すいません、送信機がおかしいと、すぐ現場見に行きますと、うん、第一歩入れて現場見に行ったんですよ、はい、そしたら、もうひどい状態っていうか、うんともすんとも言わない、うん、で、UPS のバッバッテリーがあるんですけども、そこもやっぱりアース組んでたので、うん、一番最初そっからやられてるんですよ。うん、まあじゃあそれで電力不足になってちょっとね、あると思いますね。で直結にしてやったんですけども、はい、どうしても上がらないし、おかしいってやってて、2台ある中の2台とも壊れてるので、普通は指に切り替えるんですけど、はい、切り替えても立ち上がらないと。で連絡したら、よその借りてもいいですよという許可を得るのに2時間かかったんですよ、うんうん、で2時間かかると事故なんです、はい、完璧な。なので、その時 FM やんばるさんにお願いしまして、元部の、はい、うん、FM 元部さんにお願いして送信機1台貸してもらって、うん、で、うちの2台は
工場に送って全部修理です、うん、1週間か2週間かかりましたけども、これが事故でしたね、落雷による、うん、いやいや大変でした。6時間から8時間ぐらい止まってましたね、うん、まあ、沖縄の場合はあの台風の方が一番心配するんですよね。です、台風の時はあの停電なのでまだ良かったんですけども、でも本当にアンテナが飛ばされたりする事例もあるので、うん、放送局としては嵐やっぱり怖いですね。怖いですね、うん、ただあのやっぱり総務省の指導とか考えていくと、あの災害時に強くないと困るんですよね、うんうん、コミュニティ FM って。 ね、うちもうるま市さんと防災協定結んでますけども、うん、防災協定結んで災害の情報を流そうとしたらうちが停電してたっていうのはね、うんうん、放送が止まってたっていうのはちょっと目も当てられないので、きちんとしていきたいなと、うん、なのであの 自主発電、はい、太陽光発電してバッテリーに組んどくぐらいのものは必要かなと僕は実は思っているんですよ、うんうん、でも今バッテリーはあの UPS はあるんですけども、うん、あの太陽光発電で、うん、放送局続きにはもっと大きい、うん、あのものがあって、うん、そのバッテリーで3日ぐらい持つぐらいの大きなものをつけて運用しているところは内地にはあるみたいです、うんうん、ところがねこのバッテリーだけで100万とかするんでね、うん、個人的には買えないですね、うん、でも今あのうちあのまあ太陽光と、うん、はい、まあ、監視とあと本当にバッテリーに入れるという、うん、開発も一緒にやってる、まあ、計画してるって言ったんですと打ち合わせしてるんですけど、うんうん、もう普通の太陽光あと車のバッテリーみたいなもん、はいはい、鉛バッテリーで、うん、もういやできますよね、はい、今はね、あの実際やってるところも僕見たことがありまして、うん、普通のプレハブみたいなものに太陽光発電を屋根に乗っけて、うん、で屋根と屋上の間にバッテリーをこう収納するとこがあって、ね、うん、っていうのは見たことがあるんですけども、あれは便利そうですよね、うん、もう簡易発電所ですよね、簡易発電所ですよね、うん、なので、送信所ってもうそういうのが必要じゃないかなと、うん、ただあの台風になってもあのショートしないようにそれこそきちんと管理しないといけないんですけど、東日本震災の時にもうほとんど2週間3週間電気来なかったじゃないですか、はいはい、であの時にやっぱさっき言った3日持つかつ太陽光があればそれでも1週間ぐらいはもう放送はずっとできるし、うん、いやあの太陽光で発電すればずっと充電できるんで、それこそあのディープインパクトみたいなことさえなければ大丈夫じゃないかなと、うん、太陽光が、ね、うん、当たらないとか、そうです、そういうのがもうあれば、うん、ね、電気はなんとか発電太陽光で、まあ吹き飛ばされたら大変ですけども吹き飛ばされない程度にまあ、うん、なかなかないと思いますけども、うん、あとはあの電気を食わないように中のものは全部 LED にしてしまうとか、はい、もう全部ちょ、うん、ほぼ直流で賄ってしまうとか、あ、でも送信機が交流かな、まだ今のところ、うん、あのまあ、直流にすぐ変えられる部分は、うん、あのファンとか、電気ですよね。はい、うん、そうですね。でもまあでも、うん、少しずつ直流をすればあの、うん、エネルギー消費量が少なくなりますからね。そうですね。だからバッテリーの持ちは良くなる。でもあれですよね、僕らアマチュアやってた時には出力は 13.8V だから直流ですよね。うん、なるほどね。多分放送局そのものもあの直流の方に落としてんじゃないかと思いますよ、うん、送信機受信機は多分あの車でも使える形で直流と思いますね、うん、うん、そうなんですね。結構分かんないですね、専用機なのであんまり詳しいこと分かんないですねどうしようかな。でも直流だったらありがたいなと思いますね、うん、あと今日その直流の話してるのはかかずさんから、はいはいはい、LED 電灯の見本を持ってきてもらいまして伝統ですね、伝統です、伝統出してください、はい、まあ実は今月から扱ってるんですけども、うん、あの LED の蛍光灯タイプも LED なんですよね、うん、結局は120センチの長さの蛍光灯を今回は、ね、販売をしていくと、はい、で、まあ、これが白と黄色、黄色って言っていいのかな、うん、まあそういうタイプ、いろんなタイプがあるんですけど、はい、今使ってるのはそういうのをちょっと海外から入れて、うん、まあ日本の値段の半値以下ぐらい売るという形で、うん、まあ一本買ったら2000円ぐらいかなっていう形の値段設定で、そうですね、でもこれはと日本だと今5000円、4000円、5000円はそうですね、うん、
で、まあ、まとめ買いすればね少し安くしますよって、少しってどれぐらいなのって話はあるんですけども、うんうんうん、まあ、10本まとめ買いしたらそれなりに安くするしっていう話はそうですねありますね、はい、でどこに問い合わせすればいいのって話もあるんですけど、はい、FM ルマでいいですよ、はい、そう FM ルマさんで、まあ、販売までやってくれる、うん、販売もするんですかうち取り扱ってくれる取り扱って、うん、まあだからまあちょっとねあの入れ方にコツはあるんですけども、うん、ほう、実際は今あるものにすぐつくわけではなくて、うん、少し中の改造が必要なので、うん、逆にいらないって言うんですよ、改造ってなんか付け足すような感覚じゃない、うん、そうじゃなくて、ね、今の交流のやつにはインバーターとかいろいろあるんですけど、うん、これは交流を右と左にちょっともうくっつけたらここで、直流交流直流変換を中でやってるんですよ、だから中でやってるので、うん、蛍光灯の中の仕掛けはいらないんです、うん、スターターインバーターとかインバーターのスターターとか全部いらない、はい、で逆にもう直につなげてくれればいいだけなんですね、だからそういうあとはその改造の仕方とか、ね、直の仕方の図があったら電気工事の、ね、資格持ってる方にバーンってやってくださいって言うと、うん、後々電気代が半額ぐらいになると、そうですね、いう感覚ですね、まあまあ、蛍光灯からは半額、うん、電球からは5分の1、お電球白熱ですね、白熱は5分の1とか8分の1ぐらいになると思う、ということは電気代はもう安くなるな、はい、あと持ちも良くなるんですよね、そうですね、いいこれ自体は、うん、まあ日本で今は、まあ、4万時間と言われてるのは本当に LED のあれで、うん、で今電球とか電気が壊れるのは本当に周りのそのインバーターとかその辺の機械が壊れるんですよ、はい、うん、だからこれ自体は、まあ、4万時間もはいかないとしても、まあ、今の5倍10倍ぐらいの持ちはある、うん、の最低でもという形であると思います。僕さっき発光させてるのを見せてもらったんですけども、 LED でいいなっていうのは、割れない安全、うん、安全、そうですね、電球じゃない、ガラスを使ってないので、はい、まあ、飛び散ることがない、はい、で加賀さんがこれねって持った時に熱って思ったんですよね、うん、でも全然熱がないので、沖縄には向いてるよね、だってクーラーで冷やしたのに電球で熱いっていうの嫌だし、そうありますね、うん、逆に冬場は寒いかもしれないですけど、そうだ、ね、8割2箇所ぐらい丸いの輪っかのものをもう、うん、LED に使い方として、壁際にこう使いたい電球ってあるんですよね、明かり取りに、うん、電灯っていつも天井からだけど壁っていうかそういう照明使いたいんだけど、うん、電球だと落ちてくるのが怖かったり、うん、何かぶつけるのが怖かったり、あとね、カーテンとかに隠れて燃えたら怖いなってあるんですけど、はいはいはい、これは熱発しないし、うん、間違ってね、木刀出なくても割れることないし、壊れるかもしれないですけど、壊れはしますけど、まあプラスチックみたいなもんですから、うん、まあ、周りからそうなんですか、まあカバーはそれではそれで、はい、あとは本当中もう今の蛍光灯みたいに粉が、はい、粉が吹き出るとかそういうこともないですよ、ね、うん、でまあ中の LED がどれかが消えたら交換時期だなと思えばいいだけですよね、うんうん、そうですね、まあ、中の LED こう切れても今まあ超あれですけども、それすぐ使えなくなるわけじゃない、はい、うん、あとうち階段の一番上の方に白熱球でね、まあ、つけたり消したりが多いんで、うん、やってるんですけども、別に LED もねつけたり消したり強いんで、うん、別にこれを階段の壁にこうつけてもいいし上につけてもいいしと思いますよね、うんうん、今のとこ、うん、120cm、まあ、事務所用の蛍光灯は使えない、うん、今後80cm、うん、60cm も家庭用のもちょっと考えたいなと、まずは事務所とかそういうところに、うん、まあ電気量が半分ぐらいになるよっていうので、うんうんうん、考えていってもらえたらな、なるほどね、うん、でそれって、まあ、今の省エネ、うん、もう沖縄、ね、あとさっき 局長も言われたクーラーとか、うん、そういうのに影響しないような、だから今僕ら、まあ、植物工場の LED も開発してるんですけど、そこからどちらかというと植物工場用の LED が本当だったじゃないですか、だからそれをの部品として植物工場の、うん、まあ、これより高いんですけど LED の赤とか青とか、うん、その植物用の波長、
赤っていえば最近あの菊照明が赤でやってるよね。そうです、そうです、ああいうやつ波長ですね、で、うん、660とか440とか、うん、その植物が好む波長の LED、 人間が好む波長とかもある、あると思いますいや聞いてみただけだけどね。いやいや、だからまさか答えが返ってくるとは思わなかったんですけど、いやだってみんなあの色がいいとか暖色系だとかなんとか、うん、あるんで、それはそれが好みの波長なわけです。 うん、色が波長なんで、はい、だからそれはあの人間が好みの色っていうのはあると思うんですね。だから虫が好みとか植物が好むとかはあると思うんですけど、今だからその部材を LED を買いか仕入れるんで、うん、同じところ見るとあれ蛍光灯も売ってるという形で、うん、今じゃ あの普通の蛍光灯じゃないですか、普通の蛍光灯タイプの LED を仕入れようと、うん、で今あの沖縄の沖縄でっていうところに、うん、はい、まあ、販売をすると、販売してもらうという形でございますね。今僕がつけたいなと思ってるのが、うん、実はあの戸棚の戸棚押し入れの中とか、はい、夜やるとき中見えなかったりするじゃないですか、うん、でも電灯だと怖いんですよ、やっぱりあの、うん、火出したら困るなとかいろいろあるので、うん、開けた瞬間つけるっていうときには LED っていいよねって今思っていて、うんうん、確かに、思ったらあの開けた扉の裏にガラスとか鏡とかあればもうそのまま明るいのがついてたらそこで着替えもできるし、うん、試しに合わせることもできるし、ひょっとして便利じゃないかな、あ、便利ですよこれ、あのうちのうちなんかあの、うん、はい、うちのかみさんとか娘が使うあの洗濯物干し場っていうのがね、車庫みたいな形のところ開け出ししてんだけど、そこのは夜暗いもんだからね、夜帰ってきた後に洗濯物出すときに、うん、あの電灯が欲しい形でね、あ、でもこれねちょっとね水に弱いらしいですよ、いやいや、まあ、あの防水すればいいんですけどね、いやだからまだ今のところ室内用なので、うん、室外用はまた今後、うん、室外じゃなくて屋根がちゃんと、ね、あ、屋根はあるところね、あの、はい、どっちみち蛍光灯を置きたいところに置くっていう形でね、うん、そうですね、うん、あとさっきちょっと改造が必要なんですけどねって言ったんですけども、ね、欠かさの難しいんで一番簡単に言うと中身何も言えなくて、うん、右と左に分かれて両端をつなげば OK です、うんうん、あの直流なので右左に分かれれば OK、うん、そうです、で、ま、中のやつは全部取ってくださいっていうぐらいで、そうですね、もういらないってあの取るのも難儀なので、ね、あの切って外しておけばいいっていう、そうです、そうですだけなんですよね。ただこれやっぱり 100V の電、うん、電灯の中の話なので、うん、ぜひあの技術持ってる方、ね、免許持ってる方にやっていただければ、うん、これ交流って書いてますね、うん、うん、ね、あればいいですね、そのままあの、はい、え、使える、そう、そのまま使います、はい、ああそのままって改造交流につなげば、そうなんですね、だから100V だけど、ね、そのまま蛍光灯のベースにそのまま挿すといけない、はい、あのインバーターとかいらないものがいっぱいついているので、それはやめてくださいと、ひっくるめて売るのにいや改造の仕方までは僕じゃ、ね、じゃなくてね、質問とかね、うん、はい、やっぱり免許持ってる方、はいはい、そうですね、それは免許持ってる方が工事する人、うん、してもらえれば、あと本当はね、この台付きで打ってほしいなっていうのが今要望を出してまして、例えばさっき言った押し入れの中に使いたいんだけどって言った時に、うん、その、ね、ベースも一緒に工事すると楽じゃないですか、うんうん、それを今考えてましたよ、ね、そうそうなんですよ、いいですね、うちあのパーツとしてはありますからね、うん、あと人感センサーをつけたライトとかにこれも使っていただけるとありがたいなと、台所のドア開けた瞬間に明かりがつくとかね、そうです、入っていったらもう、で出ていくと消えていくと、電池式のは3つぐらいあるんですけどね、うん、あの電池式ね、思ったより電池なくなるんですよね、当たり僕も何回もあの入れ替えするんですけど、2、3ヶ月ぐらいしか持たないようなイメージなんですよ、まあまあまあ近いです ね、なので、電池買えなくなるんですね、明るいのは ねそうなんですよ ねで、あの階段を足元に置いてあるんですよ、はいはいはい、そうすると弱くなってくると秒数がね今2秒ぐらいしかつかないんで、はいはい、ありますよね、うん、うちの方で1階からいわゆるベッドルームからトイレまでのところで、うん、この時間ついでればいいんですけどね、途中で切れてですね、うん、どこかにぶつかると怖いですからね、痛いし、面白いですね、こういうのは家庭でも、ね、はいはい、使えれば、はい、結局トイレとかあの辺は僕全部もう LED に変えてあるんですね、うん、つけたり消したりも多いし、で暑いじゃないですか白熱球って、うん、なので LED にしてあまり熱持たないようにっていうのはあるんですけど、
LED は何に弱いかっていうと熱に弱いんですよね。そうですね。なのであのカバーつけると熱がこもるのでトイレのカバー外したまんま電灯カバーがあるんですけど、はい、それはもう今外してます。中に熱がこもるのかなと、うん、でも LED ってあんまり熱発しないですよね。あの LED 自体は熱は発しないんだけど、そうそうそう、いや LED のつけたとこが発するんです。そうなんですよね、うん、このあのネジみたいなところが熱があるんですよね。だからそういうところがね、あのここの LED もあのつけてるところは少し熱があるんですよ。あの裏側は、うん、放熱板になってるんで、お熱があれ反射板じゃなくて放熱板なんですね。だから反射も放熱も両方ですね。両方ですね。だから今は、まあ、あのうちの植物工場のやつもそうですけど、アルミにつけて放熱してるんですね、うん、やっぱ LED 自体でもちょっと熱は持つので、あのその熱がこもるのはもっと危険なんですね。先ほど言われたように、うん、熱がこもるってことはどん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 熱くなるんで、それは放熱しないといけないんですよ、はい、だからそれを今あの、まあ、これは裏に放熱板みたいなのがあるし、うちの植物が空気とかでやるとか、あの放熱するとかいう形で今やってるんですけど、まあ、それでもそういうの使ってでもまあ安いですからね、うん、電気代が2分の1ですからね、うんうんうん、あそれでまあ問題は今まで元取れなかったっていうのはやっぱり日本製が高かったんですよ、はい、5000円しますからね、4000円ぐらいするん で、うん、でそれを今2000円ぐらいでまあ売れるんじゃないかと、うん、そうやって聞くとうちのやつもね LED にしたくなっちゃう。そうですよね、あの、うん、トイレとか玄関先の白熱灯が、うん、あの1個60円か70円ぐらいで買えた、はい、であの LED に変えた時に最初の頃は2600円か3000円ぐらいだったからもう考慮するにも当たらなかったんですけど、うん、これが1000円以内になっていくともう変わっていくんですよ。つけたくなってきますね、うん、まあ、その改造っていうところが、うん、いやいやあの白熱球と同じあの口金ですからね、うん、いや白熱球の場合はね、うん、確かにそうだった。今回の場合なんかあったらベースになるものがちょっと変わってくるだけで、うん、ですからあのベースもね、うん、あのこの LED 用のやつが売れる、ね、販売されるようになってくるといいんですけどね、うん、で今のところ事務所用とか工事現場とかもうすぐ入れられるわけですから、うん、ね、そういう特殊な人たちがもうやってるところって、うん、工事のところはもう やってる人たちしかいないんで、うん、入れる前に外しちゃえばいいだけの話なので、うん、だから今はあのそういう事務所とか工事なんですけど、今後家庭用とかは先ほど教授言われたようにケースとか含めて販売考えてきますんで、はい、うん、だからもう最初から入れ替えるだけっていう形ですね。今ある工事現場 のユニット式っていうのはすごいですよね。端っことかこの四隅のところにもう蛍光灯が埋め込まれてるもんだから、多分これがもう LED の方に切り替わってあとは 100V 差し込むだけっていう時代だと思うんですよ、うんうん、そういうユニットがね、うん、あと大きな倉庫みたいなとことか、うん、そういうとこはどん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 変えていっぺんに変えられるの で、うん、そうですね、で、高いところの電球交換って大変じゃないですか、はいはい、ましてや何かの時に割れたりすると大変なんで、うん、こっちの LED の方が熱も持たないし、うん、割れないし、うん、っていう面ではいいですね。まあ、交換のタイミングで少しずつ変えていってもいいと思うんですよね、うん、結局交流なんで、うん、はい、ケース自体の、まあ、ちょっと改造は必要なんですけども、配線自体はそのままですからね。そうそうそう、配線はそのままで、うん、まあ、ケース自体はちょっと変えるだけでいいので、うん、まあ、それはちょっと電球切れた時にそういう免許持ってる人にちょっとお願いしてやつを作ってってもらってれば入れ替えるだけなので、うんうん、ケースごとちょっと入れ替えるだけっていう感じ、普通電球1本切れるとその1本で変えるんじゃなくてその列全部変えるじゃないですか、どうせな入れる時期が一緒だったら、ね、同じ時期にやる会社はそうで、はい、一気にやった方が足場もなくていいとかね、うん、いろんなことがあってやり替えることが多いんで、ね、家庭用 のこの120センチのものにしても、うん、寿命が1ヶ月変わらなかったりとかね、うん、個体差があったりするもんだからね、うん、結局電気交換する時も、うん、人呼んだりなんだかんだしたりすると人件費と そうですね、その電球代と当たらないので、うん、一気に変えてもらえますよね、うんうん、まあそうですね、うん、大きいとこはそういうふうにした方がいいですね。だったら一気に変えるんであれば全部中の改造もお願いして、うん、配線をちょっと直結にしてもらって、はい、
電球つけていくと、LED に変えていくと。もうあの技術屋さんあたりもそういった形でもう講習兼ねてからもう手ぐすに引いて待ってるんです。だって本当に変えるのは 3,4 分かからないぐらいですよ。でもあの改造があるのでね。それが100分後なんで、ね、パーツでそのまま取り替えれば本当はできればいいんですけどね。そうですね、ちょっと、はい、それはもう早めに考えます。あの上になんかピンってやったらもうそのまま できるような状態になるといいんですけど、今のは外して入って入れ替えるだけで、丸いのはほらカチャッとはめるだけだね。あの本当にベースがあってその上にカチャッとはめるだけだったら一番いいですね。一番いいですよ、そういうのだったら家庭でもよろしいって。あの、そうだ、あの初期投資がね、大変なんだよね。あと今から結構ね、石川なんかでもアパート作ってるとこ多いんで、はい、LED アパートですって売り出したらいいかなとか思いますね。電気代安いですよとか、そうですね、電気差別化になりますよね。差別化で、まあ、であのはい、工事するとこは今からもうそう考えてますね、今そうですね、いろんなところから、一応工事っていうか LED しあの、検討してるんですけどって話はするんですけど、あとはほらあの自分のねあの、マイホーム作るときにももうすでにもう考えてる、そうなってくると例えば公共施設なんかで大きなホールとかあるじゃないですか、まあ、大きなホールだったら あの、あれなんですけども、そこの通路って結構今、2本あるところ1本消してるでしょ、電気で、あの電球取って、あの省エネ省エネって、そしたら同じ電気代で元の明るさになるじゃないですか。なるんですよ、普通に考えて、あの1本外すなんて、そんなことをしなくてもしなくても同じ明るさになるし、考え方が言ったら本末転倒だよね。ねえ、でよく考えるとそれで電気代が一緒で、なおかつ熱持たないから夏場のクーラー安いじゃないですか、で電球の寿命が長いんであれば、これすごく省エネじゃないですか。いいところですよ、あのエコの観点からそれはいいことだな。なんか今僕テレビショッピングになってるような気分になってましたけど、なんか進め方がテレビショッピングだなっていうイメージだったんですけども、でもいいですよね。と実は3年前自分がこれ扱う前の話、観光ホテルの人たちに、あの一番高いのは 何かって言ったら人件費と電気代なんですよ、そうなんですよね、ホテルとかあの辺は、だから電気代安くするためにはじゃあ LED がいいですよ、でまあ Wi-Fi の話もしてるんですけど、LED に変えましょうよって話はもう 3,4 年前からしてるんです、でそれも実はあの Wi-Fi の助成金とかああいうのと別にホテルの LED 化っていうのも実は助成金出るんです、そうなんだ、そういうのもあるんです、でそれもじゃあ話聞くと、高いらしいんですよ、日本製のメーカー、で僕があのいやもう実は中国とか他の国から、仕入れると安いですよって話しても、やっぱり将来的ななんとか、まだ使ってないとかいろいろあるんで、まだ未検討なんですけど、本当に安くて本当に使い勝手が変わらないなら変えたいって人いるんですよ、だから今まだ入れたばっかりだから、もうさっきあの局長には見てもらったんで、あの光は変わらないじゃないですか、あのね本当にね下がって熱くないっていうのはね、これ子供たちがこれに慣れてしまったら普通の電灯触った時熱っていうよね、やけどするよねっていう一度でもね、あの変な違和感が、切れかかった電球を取り替える時は消してから30分待ってね、その30分真っ暗しみだね、これ嫌だったんですよ ね、 そうですね、この熱くないっていうのはちょっと違和感というか、あの、いい感じっていうか、いい感じですよ、白熱灯が熱いのは感覚的に分かるけど、蛍光灯が熱いってもやっぱし ねなんかね、ピンと来なかったんだけどやっぱし熱いんですよ、でもこれはいいなと、早速あのうちもちょっと見本をもらって、うちで使ってみたいなと思うんですけどね、いろんな使い方ができるなと、あとは電気屋さんといかに友達になるかですよねそうですね、工事してくださいと、そこですね、まあケースちょっと考えますね、ケースバイケースで違うでもベースですね実際、ホテルで言えば今回あの電力自由化があるじゃないですか、あれで沖縄はね、あの火力発電所電源開発団が、東京の会社に売電して、そこが、下流市ホテルですかね、あの辺と契約するかもしれないみたいなニュースが載ってましたので、今度から売電もできるようになるんですよね、自由化がちょっと始まると、4月の1日でしたから ねで、それ考えていくとそれよりもこっちの方がもっと安くなりますよってことですね、
電球に関してはコストパフォーマンスで言うとそうですね、うんうん、電力自由化とあとは自分家で電力を作るっていう、はい、売電を予定としないものっていうのが多分増えていくと思いますよ。ですね、僕太陽光発電で売電しようとするからいろいろ問題が起こるようになって自己野菜と一緒、与え子と一緒で自分のところが食べる分だけ作れば家でもいいと思ってるんですよ。これはね、数年前にね、うちの地元の方でアマチュアでそういった風力発電からいろんなのなんか自分で、いわゆる当人は、ガンバにグッドと言ってたんですけどね、研究してる人いたんですけど、はいはい、意外とそういった面でね、アマチュアレベルの方でやってる人は多いんじゃないかなと思いますよ。本当は風力発電の発電量が大きいらしいんですけども、結構多い少ないがあるんで、そうですね、風次第なので、それと強すぎるっていうのも問題らしいです。もう聞いてますね。だから空回りするシステムが必要っていうことで、だからあれですね、先ほど言われた蓄電、本当に蓄電して足りないときは今の電気会社から買うとか、あとは本当に風力と太陽光を重ねて重ねて、いくつかあるといいですよね。それはちょっとまあ、いろんなパターンと、あと本当にそれを蓄電した後に使う使い方、電気を効率よく使う、例えばこういう LED にする、あとは、まあ、家電を、まあ、直流の形のやつがあるんだったら直流にする、であとは電気自動車含めた、もう電気を使うんだけど蓄電したもうこう太陽光で集めたものを使うとか、という形であれば本当にエコな時代になってくるんだろうなと、エコな、ですね。で絶対停電できない場所ですとか、もう離れてるところにある例えば、山の中にあるビニールハウスの照明とか、その辺はもう自分のところで作った電気でいいんじゃないかな、太陽光発電とかね、風力発電で賄えばいいかなと思いますよね。でそこまでの電線がいらないじゃないですか、いや部材が本当に安くなったんだよ。この LED もそうですし、太陽光のパネルも安くなってるし、バッテリーも安くなってますし、最近だから電気食わないくなってきたじゃないですか、LED で明かりが取れるし、パソコンもね、ノートパソコンさえ持っていけば電力食わないし、だからだんだん安くなってきたんで、今アメリカのだからテスラとかああいう車、電気車メーカーもバッテリーを使ってる時代になってきてるので、であれで300キロ行くわけですよ、考えようによっちゃガソリンよりも効率よ、あと沖縄で300キロって走るとこないですよね、往復しちゃいますからね、もうそろそろ沖縄って電気自動車でもいいかなと思いますよね、もう電気自動車だんだん増えてくると思うんですけど、あとはだからその充電する場所とかね、あと音があんまりしないもんで、静かすぎて来るのか分かんないという、確かにあれは怖かったですね、ガソリン満タンと同じ距離走れるようになったら変わると思いますよ、呼吸っていう形でね、そうです、だからあとだからその補給をどこでするかとか、うちでだからそういうもういっそのこと屋根とボンネットを全部太陽光発電にして走ってる間に充電それがそれからもオーストラリアなんとかですと一緒だね、そうだからそういう時代が来る、そうなってくると、屋根のある駐車場に止められなくなりますよね、なるべく外に行って太陽当たるとこ太陽当たるとこ、みんな今屋根付き駐車場を探してるんですけど、そのうち屋根は嫌だってそうなりますね、そういう時代が来ると嬉しいです、発想の切り替えが出てきますね、嬉しいですけどね。でも太陽光発電塗装みたいなのができてくるといいですね、太陽光発電、今はパネルじゃないですか、でもパネルでも今シートみたいになってるのパネルも出てきたじゃないですか、折り曲げられたりとか、そこまでできるんだったらもう塗ったら太陽光発電するような塗装ができて、なんか今研究されてるような、そうなんですか、だからこれができたら車にこう表に太陽が当たるところにはそれやって、太陽光発電でできるといいですよね、そのうち帽子も全部それにしたいですよね、iPhone に勝手に充電できると、そうですなんか外でも笑われてるあれできないみたいなこと言ってますでもできるといいですね、そういう研究は進んでるんで、まあ、あとはだから変換効率ですよ今ね、20% いくかいかないかなんだけど、それが変換効率が、エネルギー変換効率が、そのうち壁にその塗装を塗って壁に電極ポンポンとつけたら、電気がつくとか、家庭の中になるとか、でも僕昔から
沖縄の赤瓦、はい、赤瓦をそのままあれが太陽光発電にならないかなってずっと思ってて、じゃあ赤い色の太陽光発電みたいなのが、うん、塗装ができるというわけですね。でそのまんまカチャカチャカチャって繋いでいく、赤瓦そのものがもう S の字型の瓦になって、うん、ワンユニットで 1.5 ボルト発電、うん、じゃあこれは電池みたいなイメージで繋げていくと発電量が増える、いいじゃないですか。だからそれをできればいいなっていう、うん、であの発送することはできると言いますからね、はい、そうそうそう、発送しないとできないですからね、うんうん、あの思い思いのないものはできないので、そうそうそう、じゃあ僕赤瓦発電、あもう今のうち言っておきます。でもね結構このラジオで言ったのものになっているのでLED でもこんなことになってますし、そう、ね、ぜひ、うん、であの本当の最終的な目標は直流の家ですよね、うん、そうです、直流ね、うん、ただなんかあの気に言われたようにモーターというのがある限りね、まだエネルギーをモーターがまだ交流が好きなんですよね、うんうん、好きっていうか、まあ、出力の問題があるんですよね、うん、直流であのエレベーターを動かしたりとかエスカレーターとかあのそれからあの車とか動かすとなったらね、うん、とっても大きなエネルギーが必要するから、はいよ、うん、でそれはもうあの TPO に合わせて、うん、そうそう、合わせて発電が交流やりやすいんですよ、うん、そうですよね。でもあの太陽光発電とかの辺だと直流なの で、ね、直流で管理してて必要なところだけ交流にする、そうあの地産地消で例えばうちで、はい、あの発電するとは直流なんですよ、はい、太陽光風力も含めて、はい、だけど例えばあのすごい遠くから電力会社って運ぶじゃないですか、うん、はい、だからそのエネルギーって交流じゃないと運べないですよ、そうですよね、なかなか、はい、だからそれはもう交流しかできないんですけど、少しずつそれがあの遠くからいる今の大型発電所形式から地元が、はい、で、そうなんですよね、自分の家でとか、うん、発電を小さくすればするほど直流に近づくんです。これがさっきのアタイ川の話なんですよ。そうです、あの米も作るっていうのは大変ですよ、うんうん、なんか自給自足ではなく、うん、半分だけ野菜だけでも自分のところで作ろうよっていうんだったらいいんじゃないかと、うんうん、だから電気も直流部分だけ作ればいいんじゃないかと、うん、だから交流部分は任せますよと、はいはい、だから洗濯機とかクーラーは任せるよ、でかいからと、うん、まあ、 あのローカルで使ってローカルで消費するという形でね、うん、見てみたら なんかねあのローカルの FM 局みたいな感じですね、そうですね、うちみたいな感じでね、地元そういった優先であの話題を作りましょう、うん、地元でそういった電力作って自分で作りましょう、使いましょうってね、あの交流の大きいものは例えば、まあ、冷蔵庫とか洗濯機とか、うん、クーラーじゃないですか、うん、これは電気でやってて例えば停電になった時に使わなくてもいいじゃないですか、うんうん、ところが、直流でやってた電灯とかそういうものなので、うん、あの停電になってもあれも通信とかね、通信とかね、うん、パソコンとかね、うん、は直流で十分なので、うん、そうですね、いいんじゃないかなと、うん、なおかつあのノートパソコンなんかあのこう大きいボックスがいらないじゃないですか、そのまま直で、うんうんうん、できれば楽ですよね、もっとね、だからできると思うんですけどね、うん、今のところは、まあ、交流が好きなんですね、みんな、うんうん、まあ、今の効率から言ったらね、あの家庭内で 12V 作ってから 100V に変換するっていうのはそんなにコストかからないと思いますよ、そっか、そうですね、そうですね、今 の、 あの、まあ、電柱文化っていうかはなかなか日本のあれなんですよ、うん、日本こんなに電気が進んだ国ないんですよ、水道と電気と、うん、もうこれだけもうどんな田舎にでも、ね、インフラはすごいですからね、日本のインフラの基盤ってもう世界に輸出できるぐらい、うん、しかも質がいいんですよね、だから水の質も電気の質もいいので使えるじゃないですか、うん、だから世界に輸出できるぐらいのこの管理能力なんですよ、だからこの電気をじゃあ急に直流の文化にできるかっていうと、まずは少しずつしかできないんだろう、ね、うん、で本当に何もなかったアフリカとか、はい、っていうのはもう入ってくる電気が直流からなんですよ、うんうん、自分のうちに電気交流なんか引かれてないんだから、うん、太陽光を入れられるんですよ、うん、だから、はい、あのすぐスマートフォンからなんですよ、そうですよね、電話回線なんかないんです、うん、だから何もないところは直流からできるんですけど、もう交流で文化が進んでるから、はい、なかなかそれはあの、うん、その文化を変えるのは難しいですね、あの、うん、頑張ってくんないと、ね、日本人が英語を喋れない理由と同じなんですね、そう、日本人はね、うん、全部日本語でできるんです、できるので、うん、英語よりも日本語の方が表現力があるので、うん、英語を学ぶ必要がないから実は喋れないんだと、うん、だ文化があるところに異国の文化いらないよっていう、まあ、いらないわけじゃないと思うんですけど、馴染まない、そこだけでいるんだったらいらないよって感じなんですね、うんうん、
だからあの全部の辞書が同じ国の言語でできる国なんて、はい、英語と日本語となんかぐらい中国語とかぐらい、うんうん、いくつかしかないんですよね、はいはい、日本の国の文化ってすごいのは、うん、だからそれ全部日本語にしてるんですよ、はい、そうなんですよね。でそれができるっていうとこはすごいですよね、うん、だから医学の、 あの勉強でさえ日本語で教えてるわけですよ、はい。他の国は医学の勉強はドイツ語だったり英語だったりするんですよ、うん、自分の文化ではないから、うん、だけど日本は全部一回は自分 の、 あの単語に変えてるので、うん、まあ、まあ、なかなか難しいでしょうね。これ考えると江戸時代に行っちゃうんだよ ね、 ね、解体新書のところに行っちゃうからね、うん、医学はね、いやあれはだからそこがすごいんだろうね、うん、すごいですね。僕はとっても思うのはね、ほら、うちなぶちをあの、はい、復興させようと思いながらね、昔のうちなんちゅっていうのはどういった言語というものを考えたのかなってとっても不思議なんですよ、うん、中国と交流交易、日本とも交易、うん、それから、はい、東南アジアとも交易していく中の方で、うん、どういった言語の方でお互い交流したのかなって、ね、うん、確かにそうです、とってもあの興味深いんですよ、うん、僕はあの沖縄の、シュレーノ門の、はい、あの考え方っていうのは結局相手のことを思いやる文化が沖縄だと思っているんです、うん、相手の気持ちになるとか、うん、相手を思いやる心があると。だから中国からあの施設がいらっしゃると全部中国語で応対して、うん、しかも中国風にヤムチャを出したりとか接待をする、うん、で出し物も中国風にする、うん、今度日本から来ると日本茶を出して日本風に接待をする、これって向こうの文化に合わせてあげて接待するっていうのがあるので、本当にあの相手の立場になった応対ができるというのが文化の中に入ってるんだ、まあ、いろいろありますよね。やむなくそうしたっていう人もいるし、でもいや、やむなくだろうが、それ求めないとできないんですよね。やむなくであろうができること自体はすごいと思ってます。そのように考え、そのようにやったってことはすごいなと思うんですよ、うん、できたっていうのがすごいですね、うんうん、それだけ人もそれから考え方もあったというところが、ね、しかもあのとってもすごいですよ。沖縄ってもともと海外交易交流で成り立ってきた、うん、島なので、うん、ということは言葉の使い方がすごかったんじゃないかと、うん、だってあの全部の国で言葉が使ってた時代じゃないですか。昔から琉球に通じっていうあれがあって、うん、もう何カ国語かの、はい、要するに喋る人たちを揃えて、うん、もうどっから船が来たらあなた行きなさい、はい、どっから船来たらあなた行きなさいっていう形の役所があったんだ、はい、だからそれ自体が、はい、だから本当にインターナショナルだし、インターナショナルだったんですよ、うん、それがやっと近く、もう一回そういう時代にならなきゃいけない、うんうん、沖縄はできると思うんですよ。そんな歴史があるんだからね、はい、やっぱしそこから学んでできると思うんですよ、うんうん、だから僕はだからあのいい製品ならどこの国の製品だろうがいいんじゃないのと、うん、そう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 、でそれでこれをちゃんとね、うん、まあ一味加えてとか使い方とかを加味して、うん、あの、あちこちに出せる、うん、そうです、島になってほしいですね、うん、はいはいはい、加工業でいいと思ってるんですよ、はいはい、この話前の石原君とっても好きだったんですよね、うん、琉球はそういった歴史がある、ね、あの前日本刀の話をね石原さんしてたんですけど、うん、日本刀を持ってきて輸出してるんですよね、はいはい、沖縄って、うん、でも沖縄から行くと螺鈿が入ってたり、そうそうそう、人細工していってるので琉球から来たって分かるんですよ、うん、そうそうそう、で外国人はこれ日本刀と思ってなかったんです、琉球刀だと思ってるんです。そうそう、うん、これがねとってもあの意気揚々と話す時がすごかったですね、あれ、うん、やっぱりねそういった形の中であの琉球今の沖縄っていう形で考えた時に、はい、人材もそれからあの、うん、物の考え方もグローバルっていう形でね、うん、とってもこれ強みになると思うんですよ、うん、だからグローバルの視点を昔の人より今持ってないと思う。昔の人の方がグローバルの視点持ってたんだと思うんですよ。そうですね、うん、はいはい、だから僕らはそこからはねもっともっと学ばないといけないなと思ってるんですよ。そうですね、うん、だけど新しいとか古いとかのものの考え方じゃないんですよ、うんうん、そうです、新しい古いじゃないですか、ね、歴史はどん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 進むし、ね、繰り返すしね、だからどんなまあだってねタイにも琉球村あったじゃん。そうです、いろんな形で受け入れてそれをあの改良したり改善したり、うん、また外にまた出していくっていう形のものね。だからいろんな技術もそうですけど、うん、あの日本だけ向いてるっていうのはもう違うんじゃないかな、うん、そうです、あの知識とかね、それがあの この、 あの学んだことをいかにあのどんどん使って、はい、それにあの、相手先に
合わせた形でまた出していくっていうのは ね、これからの、時代の先駆けなんじゃないかなと思うんですよ。その点では自分も技術と、あと観光とか含めて新しいことね、SNS を観光で使いましょう。そうそう、最初なんだろうって4年後5年前は言ってたじゃないですか、それをだんだんみんな逆に政府から SNS 使えてくるような時代になってるわけですよ。今はね、なんか使えばね客が来ると思ってるような人もいる。そこもちょっと違うし、まあ、前もありましたでしょ、これからはホームページの時代だよっていう形で、知らせるためにはホームページ作らなきゃダメっていう時代もあったしね、そういった形でたくさんのね、その価値観が変わる時ってあるんですよ、ね、はいはい、やっぱりそのこれはなんか外の力からやると変えられない、この日本のあれが外の力って海外ですね、海外が変わってきて、あ、今はそういう時代なんだとか思うじゃなくて、自分たちでどう変わっていくかって考えなきゃ本当変わっていかないんじゃないかと。案外そういった考え方に出てはもうまた鎖国時代じゃないですかね。だから今もうどう変わっていくか、いろんな形でのイノベーションとかその改革に関しては頭の中がまだ昔は良かった、日本がナンバーワンだった時代のことを思ってるんじゃないですかね。 SNS もそうですよね、だから日本SNS って案外日本って最初先行ってたと思うんですよ、はいはい、でもちょっとやっぱ視点が違うんで世界からのに売れないわけです、うん、まあ英語文化じゃないっていうのもあるんですけど、でもだから先ほどのなあるメーカーさんの音楽コンテンツみたいなやつも、なんでアメリカで来て日本でできないのっていうのは、規制とか、うんうん、自分たちの価値観とかいうのがまだ世界標準みたいになってないんですよ、ね、そうです。日本のものをなかなか売れないっていうのがあるけど、アーティスト自体は売れるんですよね。いやだからそれをいいものは売れるって思うんですけど、シンプルなもんだって売れるのは売れるんですよ、だからいい製品で高くして売るんじゃなくて、シンプルでも、じゃあこれをどう使うかでいいかなと思うんですけどね、ちょっと語っちゃってますね。ああ、どうぞ。面白いと思いますよね。わかりますよ。だから、なんか考えちゃう。いろんなことを考えるんですよ。一つの技術をの価値観から、もう観光を含めていろんなことを考えちゃうんですよね。もっともっとね、いろんな形で の意見とか、それから要望とか、いわゆるビジネスモデルはどうですかって言った時に、認めないじゃなくて、受け止めるか受け止めないか、話を聞くか聞かないかっていうのは、やっぱりいろんな人が持った方がいいんですよね、なんかみんな怖がってるんですよ。なんか僕、ものづくりって、まあ、会社なんで、ものづくりする時に、まずやってみようよってのが当たり前じゃないですか、でもこうしたらどうすんの、ああしたらどうなんの、こうしてもうみんなそんな話をするやつんですよ、大きい人たち、大きいメーカーの人、いやうちはちっちゃいし売る先もちっちゃいから、もうなんか困ったらやめればっていう思うんだけど、いやいや、もう研究開発はまずそれ予算取らなきゃ、予算ないから先なんですよ、やっぱそのね、怖がるところってのはここなんとかしたい、怖がってるんですよね、これちょっとね別の話ですけど、子供の写真あるじゃないですか、だからこれ同じ女が嫁さんの親族側の中国のサイトと、あとフェイスブックに載せたとすると、中国の方に載せるとその親族とか、その周りの人たちがいろいろコメントくれるんですね、かわいいねとか、日本のフェイスブックに載せると、子供の写真載っけて大丈夫なのとか反応も全く違うんですよ、まあ、もうそれは文化だから、もうアメリカだと載せないしね、それに文化なんだけど、やっぱね、なんでこう違うんだろう、すごい気になるんですよ、それはそんな文化なのかな、なんでそんなにみんなね怖がるんだろうって、ありますよ、やっぱりそういった面でね、見えないところから来る恐怖っていうのはみんなが持ってるけど、それが目の前にあるのか、どこかでよそで聞いた話なのかという時に、意外と日本ってのはよそで聞いた話、自分とは全く関わりないことでも怖がらせるところが出てくるんですよ、一番びっくりしたのは脅迫されましたよ、この子が大きくなってからこの写真見て、それでなんだ、親のことを恨むような子供になったらどうするんだとか言われて、まあそれは言いたがる人はいますけどねいやー、そこまで言われてもちょっと困るなと、まあだから、それさっきの言った SNS の使い方みたいなもんだと思うんで、それは人それぞれの考えなんで、強制はできないと思うし、意見では言っていいと思うんですね、反対するもの、反発とか反対するものは受け止めますと、だけどその通りするかしないかは
ね、僕の自由です、うん、まあそこまでも言う必要もないですけどね、まあ、別に言ってはいないんですけどね、うん、それもやっぱりこう国によってのなんか反応の違いっていうのがありますよ、まあ、最近肌ですごい感じたんで、前にアメリカか南米かどっかの方で、今日私の誕生日だからこれ見た人来てねって言ったら2000人ぐらい来たっていうのがあったりしてからね、はい、これ沖縄で考えられないもんね。多分日本でそれ乗っけたら、そんなの乗せて大丈夫なのとか言われる。まあ来ないでしょうね、うん、まあ来ないだろうし、それで逆にあの誕生日のめでたい話がなんか違う話になっちゃうみたいな。そう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 、いろんな形があるんでね、あの、うん、ドバッと来る、野じ馬的に来る人もあれば、うん、単純にする人もいますから、うん、だからね、そういった違うことでね、一番最大限のことを考えてから、うん、あの怖がらすよりも、うん、そう、だから本当はね、まあ、そういう誕生日の話にしてもみんなで祝えばいいじゃないですか、当面楽しめばいいじゃないですかって、うんうん、ごめん、だからちょっと誕生日先話する、うん、それは来てねっていうとか変なんですよ、誰が来るか分かんないのに、うん、そこから行っちゃう方がおかしいんで、うん、そうそうそう、だから たまたま友達、ね、に、制限かけてやったつもりがオープンにしちゃったってところね、うん、オープンにしたところが間違ってたんだけど、ね、うん、それでも僕私の友達なら来てねぐらいだったらまたいいんだけど、うん、それ友達専用と文書がおかしかったんだと思うんですけど、まあ、それはありますけどね、そうそうそう、ありましたね、うんうん、まあ、だから、だからそうですね、 SNS ってみんな公共の場で話してることっていうのが、うん、まあ、こう放送もそうですけど、うん、やっぱりそれは意識して話さないと、うん、だから人の意見って人それぞれ違うと思うんですけど、うん、自分これは私見な、私の意見なんですけどって形でいいと思うんですよ、うん、だから私の意見は正しいって絶対言っちゃいけないと思うし、うん、それはいいかなと思うんですけど、うん、SNS でも、だから間違ってとか、ええ、あ、人が間違って理解するような文章って、やっぱりそれは。まあ、発信しちゃいけないね。うん、しちゃいけないのかな。でも文章力って言っちゃわれないのかな。僕、基本的にはいいと思ってるんですよ。うん、ただ、責任は取りなさいよ、ね。だから、これを誰かのせいにするっていう態度が嫌いなだけで、責任は自分に返ってきますよっていう認識があればいいと思うんですよ。うんうんうん、で、あの SNS に書いて、誕生日だから皆さん来てくださいって書いて、たくさん来たなら嬉しいことじゃないですかで終わるのが普通で、うんうん、来すぎて困ったっていう話はいらない話かな。で、これは個人の責任、書き方の問題っていう話なだけであって、だから SNS が悪いとか、だから Facebook が悪いとかいう話ではないと。だから道具の使い方を間違えたんだよっていう話かなと。こぼれ話ですよ、本当に。うん、で、だから SNS は悪いんだって話も腑に落ちないので、そういうことではないと。だから SNS って道具なんですよ、うん、な、昔の手紙とかね、切手みたいなもんだから、うん、それちょっと誤解を招き、手紙を書いた場合やっぱり書いた人が悪いし、うん、っていうような感覚でいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、だからその感覚でみんな意見を言ってるのは自分の意見として言ってて、うんうん、でそれに振り回されちゃいけないと思うんですよ。そうそうそう、それはこの人が言ってることで、はい、うんうん、それをじゃあ私の意見はいるんですよね。なんか私の意見が絶対正しいみたいな書き方をするのが、うん、いやいや、あなたは日本の法律を作ってる人じゃないし、うん、だからそれはないです。あの、うん、わざわざそういった形で、あの、だから言ってもいけないです。落ち込む方向の方向に持っていく人やっぱりいるのよね、うん、まあそうですね、それが親しい人だったら余計気にはなりますけどね、うん、いや、それはあのこの場で言っちゃいけないと思う、うん、だから本人の前で、いあの友達同士で言うのはいいんだけど、うん、あの文字にして、文字にして誰もが見れる SNS で、ね、そうそう、公共の場でそれを誰が見れるのを、人の意見を反論すると、うん、それは人それぞれの考えの意見があるわけだから、 うん、それは本人に直接言うべきだから、だから、うんうん、まあいろんな人の意見あると思うんですよね。ありますよ、うんうん、文字に書いて横から失礼しますって人が一番いいの、これ怖いね。まあ、もしね、あの聞きたいことがあるんだったら直接聞いてくればいいじゃないですか、はいはい、それをこう公開質問にします。なんでだろうって、うん、まあね、うん、あのやっぱしいい面と悪い面をやっぱしあの考えながらね、うん、あの Facebook、うん、そういったのやっていかないと自分に跳ね返ってきますよと。あの公開質問の意味がわからないという鈴木さんの意見に賛成で、うん、公開質問どころか聞かれたことに答える義務はないんですよね。そうです。だから答えてくれないと怒る方が僕は不思議なのに、それに輪をかけて公開質問だって、だったら違うところでやれよと、うんうん、ここは俺の遊び場なんだから、うん、ここでするなっていうのが、うん、普通じゃないかなと思いますけどね、うん、まあ、公開質問とか言ったら答えないっていうスタンスにしてますけどね、
いや、それ失礼です、うん、いや、言い始めるじゃん、だから公開質問とか1対1ならまだいいんですけど、他の人が見てる前で言っちゃダメなんですよ、うん、なんか逆に質問す、うん、普通しないですよ、それしないですよねしないですよまあやってもオタクのルールはこうですかって聞くぐらいのもんで、うん、そうだよって言われたら引き下がるだけですよね、うんうんうん、だからまあそういう人もいるんですけど、うん、まあそれ全員がそう言ってきたら全員に答えてたら切れないじゃないですか、うんねうん、だからそれはもう答えなくてもいいかな今さっきね矢作さん言われたと一緒ですよ、あの質問するのは勝手だけど、うん、その質問に対して答えする義務もない、うんうん、そうで答えたところで質問の趣旨が違うと言われたってまた困るわけ、うん、言ってること聞いてること答えてること違うって、あの質問する側は自分の求めてる答えが出るまでずっと質問し続けるのでそんなもう同じ時間いらないんですよ、うんうん、あんたはこういう答えが必要なんでしょ、でも僕はこの答え持ってないよって言っちゃいがちなんですよ僕の場合、僕も言いますねでもそれって喧嘩腰なので、うんうんSNS に喧嘩腰はいらないと思うから、いらないです、はいはい、飲み込んじゃうんですよ、はい、僕は無視しちゃいます、なんでか無視でいいと思います一番最初で無視するか、もう無益な話して無視するか、はい、どっちかですよ。わかります。というわけで、はいはいはい、あの変な質問来たり、変なこと言われたら、もう無視するで。スルーです。君子、危うきに近づかずで、もうブロックするとか、もう相手にしないでいいですよ。はい、いいですか、それで。はい、はい、もう、というわけでもう時間ないので、はいはい今日最後に、最後にというか、初めての曲でもあるんですけども、はいはい、今日お届けします曲はザ・ブルースカイ・キックス、地元石川の、はいミュージシャンなんですけども、頑張り虫をお届けしながら皆さんとお別れしたいと思います、はい、では来週のこの時間まで、はい、さよなら、はい、さよなら。